若彦トンネル北口若彦トンネル南口若彦トンネルは山梨県笛吹市芦川町上芦川地区と同県南鶴郡藤川口湖町大石地区の境にある山梨県道719号藤川口湖芦川線のトンネルである。甲府盆地と富士五湖地域間を結ぶ道路は従来新三坂トンネル経由の国道137号及び甲府市と小人湖湖畔を結ぶ国道358号の2ルートのみであったが、災害時の避難ルートや物資の運送ルートなど代替路線の増設として前述の2つの国道の中間に若彦トンネルは建設された。三坂山地のほぼ中央部にある大石峠の直下を貫いており、山梨県の県道では最も長いトンネルである。若彦の名称は同トンネルを含む同県道上のルートが、甲野国と駿河国を結ぶ古道である、若彦路であることから名付けられた。トンネル北高校の標高は1009メートルであるのに、対し南高校の標高は944メートルと、標高差が約65メートルあり、下り坂となる川口湖方面へ走行する際はスピードに注意が必要である。また掘削により発生した湧水を利用した、若彦トンネル湧水発電所が川口湖側にある。若彦トンネル3月27日開通、山梨日日新聞2009年12月23日付長官、第2版、第24面、若彦トンネル概要山梨県庁。ありがとうございます。